相良春弘。相良春弘は、日後の戦国大名。相良氏の第十七代当主。第十六代当主、相良義茂の養子氏で、実父は、植村来京。署名は、よ重。何度かの改名を経て、晴弘氏としたのは、将軍、足利義春からの変記による。永正十0年、1513年、植村来京の長男、東五郎よ重として、 上村城、ふも城で生まれた。上村氏は、相良氏初代当主、相良長寄りの四男の来村を外する、分家であったが、祖祖父、上村直寄りの室は、第十二代当主ため、続くの姉で、さらに祖父、上村来連はため、続くの三男が直寄りの養子となったもので、母は、直寄りの弟上村長国の娘であった。実父来京と、やぶ義し 長棚及びその異母帝、長氏、長高とは、いとこの関係にあたる。大英四年、1524年に、相良長沙と、と、印度長広が無本を起こし、第十四大党首長氏を放築して、家督を奪い、大英六年、1526年、随権、長高が兵を起こして、この朝廷と朝校を追放したが、相良氏の家臣団は減続した。 長鷹の家徳相続を容認せず、第十三代党首長ごとの所長首長ただ、義茂を衰退して、さらに内紛が続いた。前述のように宗家に匹敵する家柄を持つ、上村氏は、家中で大きな影響力を持っていたが、当主の来京は、相良宗家の兄弟、宗尉に対して、中立の立場を取って、長鷹の先人の要請を拒否していた。 しかし、長忠は戦略上重要な上、村上を味方につけるために、自分に後継者となる男子がいなかったこともあって、大京の長男頼重を、相良宗家の養子師として迎えるという条件で、大京の協力を取り付け、弟、長高を打ち果たした。協力三年、1530年、約束を守った長忠は頼りを養子とし、18歳の頼りはなお、 長ためと、改めて宗家の生死となった。天文四年、1536年4月8日、雷教は、長ための将来を案じて、家中で、信頼の厚い実定の長氏を暗殺させた。また、同年5月18日、雷教は、縄氏宝騎士ともいう日社を使わして、縄竹氏県の娘とためとの政略結婚をまとめた。これは、翌年12月22日に、 入予の儀となった。なお、これより少し前の同年11月22日、長ためは同然、外祖父上村彫刻の号に教えをこい、相良家の自責や、家督継承者としての心得等を記した、同然長上を送られている。天文6年、1538年12月14日、長ためはなお、ため、清と再び改めた。天文7年、 1538年4月13日、薩摩守後、島津高久が佐々に来て、張悠衣、た清親子の教皇を受けた。高久は、伊作家、宗州家から島津勝久の養子となって、島津宗家、欧州家を継いだが、薩州家の島津實久がこれに反対して、乱を起こしていた。相原氏の勢力範囲は、この時給の勢力範囲の背後、北に位置するため、 協力を要請したものと思われる。実級は、天草軍の天草直しとも騒乱を起こしており、ギシゲルが間に入って調停している。天文11年、1542年6月15日、た目きは、正室な和氏、し、放氏と離縁した。理由などは分かっていないが、な氏との名約、三夜同盟は、破れ、天文12年、1543年1月26日、 縄勢が小川に侵攻し、相柄勢も兵を出して交戦して、鉱山でこれを撃退した。しかし阿蘇門見前は、剣士田城を追われて、八代に逃れた。相柄氏、縄氏、阿蘇氏は、阿蘇市の同盟相手を、阿蘇おもん前から阿蘇信と世に変えて、天文14年に、再びは僕した。天文14年、1545年11月27日。 大内氏の仲介により、大劇の大宮維持が直死及び、室町幕府の将軍の使者として、八代に来航。十二月二日、直死は、長忠を十五位下、従後した宮内大輔を、ため清よしを、従後医者、右、京江佐にそれぞれ助した。またこの時、直死から将軍、足利義春から一時配慮を許された旨も告げられ、長忠は、木の字を与えられて、 ギシゲルとため清、長田目は、晴れの字を与えられて、晴れ広しと、それぞれ称することになった。この人間の背景として、宮内大輔については、相良家に由緒ある関東であり、右、兵衛ウについては人間の仲介をした大内氏による、大友氏対策としての意図があるとされている。天文15年、1546年8月3日、ギシゲルは隠居して、家徳を、 晴弘氏に譲った。相良氏が長く内紛に苦しんだ教訓から、ギシゲルは家督相続の事実を内外に広く伝聞して周知徹底させた。同月二十五日、ギシゲルは遺書を残して他界した。また、同年十月二十日に祖父上孫長国も死去した。当主となった晴弘氏は、ジップ雷教の後ろ盾を得て、戦乱の中でも、 相良氏を安定に導いていった。島津氏は三州の統一を進めていたが、まだ日後に進出できるような余裕はなく、薩衆島津家とこそ、長島の貴族問題で争いがあったものの、島津宗家となった、伊作島津家の島津忠義、高久との関係は、儀王の頃の永禄七年、1564年に悪化するまで、むしろ良好で、少なくとも、晴れ氏の晩年までは、 比較的平穏だった。天文18年、1549年8月、老神らの勧めにより、着手の万密る丸、義王を正主と定めた。これは、同い年の処刑、特地よ、よりさだとの家徳争いが起こるのを未然に避ける意味があった。これより前、菊池義武、大友重晴は、兄の大友義明に、ワイフ城を追われて、比善の高木に落ち延び、 晴弘氏は彼を庇越してしばしば八代で、共応していたが、天文19年、1550年2月に、吉明が2回崩れので死去して、大友義重が、大友氏の家督を継ぐと、3月14日、熊本城主の鹿野古木沈国、鹿野古木秋国が、菊池市旧心、田島茂座根、田島茂曽根と図って、菊池家最高の旗印を上げた。義は、このに 招きに応じてて、熊本城に入り、晴弘氏はこれを支援した。晴弘氏は、3月23日、名阿蘇、相良の三夜同盟にあった阿蘇氏の、重臣会農や直と、相良綾部助などの老臣を会談させた。大友義重は、吉武の挙兵を驚き、同じ3月23日、相良氏に協力を求めたが、晴弘氏は、拒否しただけでなく、 吉武と縄氏との同盟の仲介を行った。同年6月、縄行協の家臣皆吉武誠、伊予氏が反乱して、宇都城を襲撃した。行協は防戦したが、城を捨てて逃亡した。23日、晴弘氏は自ら出陣して、高津が二陣を敷いた。竹誠はこれを恐れて、豊福城に撤退した。これにより縄行協は、 宇都城を奪還できたので、行興は、晴弘氏に感謝して、さらに、豊福城に進撃するように進言した。しかし二十五日、皆義武誠は、兵百洋を連れて、八代に来て、晴弘氏に投降したので、戦うことなく、豊福城は再び、相良氏の元に収まった。一方、大友義茂は、家臣をばらかん元と、佐伯これのりに大軍を与えて、 菊池義武を攻めさせた。7月11日、義武は、甲子原でこれを迎え撃った敗れた。7月20日、晴弘氏は、薩摩の東方相模神に、相良愛部助を使いに出して、大友氏との和議の仲介を依頼した。しかし8月には、熊本城で義武は包囲され、戦利なしとして百騎余りを連れて城を脱出し、国人衆に守られた、金峰山にこもった。 ところが、近峰山も、大友勢に攻め寄せられて、吉武は、一族と共に、天草の河池補助に逃れ、さらに島原に渡った。天文21年、1552年、雷京が、一族で、岡本の児童相良ら相模守頼春、長国の子、岡本頼春とも言うを暴殺し、末帝東流長蔵を児童職に据えた。天文23年、 1554年2月、吉武は、島津市を頼ろうとしたが、薩摩出水で入国を拒否されたために、3月、晴弘氏市を頼って、水俣から人吉へと赴いてきて、長国寺で停発した。晴弘氏市は吉武を丁重に保護した。同年4月1日、人吉城で、ぼやがあり、万光丸は、家臣宅に難を逃れた。 相良氏と大友氏の和議は成立したものの、一作家の島津忠義氏には僕圧戦を依頼するなどしても、吉重と吉武の調停はうまくいかず、吉重は吉武の身柄引き渡しを要請。4月、文後から外交像や田吹和佐助が来たが、晴弘氏は応じなかった。5月12日にも再び大友の使いが来たが、同様に拒否した。 十一月、吉重は川尻を吉武に与えると伝え、重ねて要請したので、吉武は覚悟を決めて、これを了承し、次男の利ただと、娘、達若、妻を、相良氏に預け、高官を連れて十一月十五日に、八代を立ったが、文後に帰る、途上の2日、木原で殺害された。また同じ天文十三年の七月、長島の領主である、 長島鎮信が道崎城を放棄し、殺衆島付を頼って出水に逃れた。晴弘氏は道城に兵を進めて、これを占領した。高事元年1555年2月7日、晴弘氏は式目21条を布告した。これは相良市八都として有名なものである。しかしこの相良市八都は,は相良春子を一人が制定したものではなく、 相良氏歴代の当主によって制定されたものに、晴弘氏が過失したものである。第1条から第7条までは、相良ため続くが制定し、第8条から第20条までは、相良長ごとによって、21条から41条までを相良晴弘が制定したものであった。道場により、一向層は、領内で厳しく禁止された。 同年8月12日、先代の築いた八代の高峰城、高峰城、古六城で、晴宏氏は死去した。去年43、八代林仙院に葬られ、法名は、林仙院長山、連携。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。